はい、ここでは、中1の数学に特化して、勉強方法をまとめていきたいと思います。はい、まず一番最初、まあ、めんどくさいことに、最初に文字式っていうのが出てくると思います。この文字式なんですが、これ実は中学校の数学で、一番大事な部分の基礎になるところです。 ここでつまずいてしまうと、中2、中3と、えー、本当に数学苦手になってしまいます。えー、ですので、えー、ここは絶対に手を抜かずに、えー、完璧に理解できるまで、えー、とにかく頑張りましょう、えー。ポイントとしては、ひたすら問題を解いていくっていうのが大事です。で、えー、次に、えー、文字式の後に出てくる方程式ですね。 えー、ここは本当にみんなつまずきます。で、えー、これもしょうがないんですよ。今までは普通に、えー、計算してきた、えー。計算できれば数学ってとか算数は点が取れたんですが、えー、方程式ってちょっと流れが変わります。えー、自分でわからないところを、えー、X とか Y に置き換えてその部分を解いていくっていうちょっと流れが変わるので、えー、だからみんな、えー、混乱して できなくなってしまいます。で、えー、なんで自分だけできないんだろうとか、そういうふうに思うと、かもしれないんですが、えー、これは、えー、もう努力が全てです。とにかくわかるまで何度も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 解いていく。それしか、えー、解決策はありません。えー、近道はないです。 ええー、一回できなかったら二回三回何回も何回も解いて分からなかったら先生とか友達に何度も何度も聞いてとにかく逃げずにやる。ええー、ここは本当に一番力を入れてください。ここできないと、ええー、多分その後数学で、えーまあ、50点以上取るのは厳しいかもしれません。それぐらい大事な部分なので、ええー、しっかりやってください。はい、ええー、最後、ええー、図形ですね。 ま、あ男の子の場合、結構、こういう図形楽しみながらやれる子が多いんですが、え、女の子の場合は、え、結構逃げてしまう子が多いです。え、ま、これも、なんか、あの、応用力が必要に感じるんですが、実はパターンって決まっているので、え、問題をたくさん解けば解くほど、え、できるようになってきます。え、ですので、え、わからなくても、とにかく、え、問題を解いてみる。え、これが全てになります。 えー、まあ、三つに共通していることは、とにかく逃げないことと、えー、ひたすら問題を解く、わ、えー、からなかったら聞く、えー、これに、えー、集約されるので、えー、ぜひ、えー、力を入れてやってみてください、えー。もう少し詳しい説明、公式サイトにあるので、よかったら見てみてください。